今日はあの私のボイトレの先生でもありますメギーさんにですね紹介していただいたエステに来てみました。今日私の担当してくださいます空崎さんです。よろしくお願いします。私エステ、はい、ほぼほぼ未体験です。あ、本当ですか。はい、楽しみです。もう私大丈夫でしょうか先生。大丈夫です。本当ですか。はい、信じていい。お任せください。痛いとかあります。ないです。あ、よかった。無痛です。無痛、うん、でも音がタンタン、音が結構鳴ります。鳴ります。吸い込まれそうなぐらい美しいですね。あの私ももともと18からずっと10年間エステティシャンやってたんですけど、はい、今より20キロ太ってて、肌もニキビだらけだったんですよ。本当ですか。はい、そんな私が変われたのをサチさんに体験していただこうと思ってますので、ちょっと夢広がる。広がってきたわ。ではカウンセリングさせていただきます。はい、はい、この悩みがなくなったら人生変わるわ私っていう悩み、何か一つだけ発表します。お願いいたします。たるみ。すごい、いや太ってるから腫れてるんですけど、たるみもですし、なんかもうだるんだるんな感じがすごく。本当ですか。はい、気になりますか。気になってます。承知しました。そしたらそれにぴったりなものございますので、はい、化粧水とかって、はい、あの例えばこう手とかに塗るじゃないですか、はい、ね、塗るとあのどのぐらい浸透するかって聞いたことございますか。ないです。ゼロです。ゼロ。、はい、知識ゼロです私。はい、でも私 YouTube 見させていただいてます、はい、すごい知識じゃないですか。いや、あれはね、あの自分 の、はい、このメイク、うん、メイクに関してはもうコンプレックスが多いので、はいはい、なんとか解消しようとしてるんですけど、はい、もうスキンケアに関して知識がなさすぎて、もう何やったらあの米の研いだ後でええんちゃうぐらいのすごい低いレベルでしか知識がないんですよ。あ、本当ですか。もう自分に何が合ってるのかも分かってない状態で。あ、そうなんですか。はい、そしたらもう今日人生変わる日かもしれませんね、もしかすると。ちょ、髪が乱れました、失礼しました。はい、化粧水、まあ、米の研ぎ汁でもいいんですけど、はい、すいません、すいません、寄せていただいて。つけるじゃないですか、はい、あの実は浸透率って 0.02% って言われてます。 0.02%、 もう入ったんか入ってないかって。全然入ってないってことですか。え、信じてたのに。研ぎ汁。研ぎ汁も手で塗ると 0.02%。今回こちらのアクアドエアっていう機械を使わせていただくんですけれども、はい、これはなんと 80% え。ちょっとあの数字が違いすぎて全然数字が頭に入ってこなかったんですけど、 80% 入るってことですか。そうなんですよ。 80% 入ったら私死にません。もっといきます。大丈夫ですか。ちょっともう想像はつかないです、 80% の浸透率っていうのが。そうですよね、はい、いろいろな、はい、あの美容医療クリニックとか、はい、そういったところでも使われているようなものなんですよ、はい、厚生労働省認可を取ってたりとか。あ、そうなんだ。そうなんです。なので安心安全で使っていただけますし、はい、あ、よかったです、はい、闇医者みたいな感じで、これはちょっと海外でしか入ってないんですよねとかって言われたら、ちょっと、え、大丈夫なりますもんね。そうなんですよ。怖ってなりますもんね。今までの機械はドイツ製と中国製、今回全てでも日本製で、うん、特に日本人の方に特化した機械となっております、はい、で、あの溶液、はい、こちらなんですけれども、はい、10種類お悩みに合わせて、はい、一刻も早く変化を出すために作られた溶液はこちらになっております。特許取得しているので、他では扱えないです。私今日えらいことになるかもしれないわ。一番最初エア高圧ジェットでパン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 と打っていくんですけれども、はい、私全然大丈夫です。で、あの、はい、スピードがマッハ 1.17 っていうスピードで打っていくんですね。空崎さん、はい、マッハマッハです。打ち抜かれたりもしないんですかもう。
スみたいな穴開かないです。あ、大丈夫です。撃たれてる感覚は水鉄砲のような感じです。水鉄砲今日撃ちまくられる感じ。はい、もう水浴びしてる感じです。はい、なんですけど、はい、お肌触ると全く濡れてないんですよ。はい、もっと分かんなくなってきた。なぜかそれが浸透率 80% だから。あ、そっか、もう入っちゃってるから。そうなんです。本当は撃ってないけど、撃ってんだよとかっていう話じゃないですよね。撃ってないように見えるでしょ、撃ってんだよ。もう入ってるから分かってないだけで、なんか裸の王様みたいな、なんか本当かなみたいなことではない。撃ってます。撃ってます。大丈夫です。分かりました。溶剤入ってます。はい、特許も取得してるということで。そうです。それで一番最初にクレンジング、このこちらでね、クレンジングさせていただくんですけど、はい、幹細胞培養浄水器と呼ばれるものが。ごめんなさい、なんておっしゃったんですか。幹細胞培養浄水液。幹液。そうです。幹細胞ってなんか聞かれたこと、はい、あります、あります。なんか、うん、ゼロだったね今。びっくりした今。とある聞いたことあるぐらいですね。病気の治療なので、はい、膝の骨、はい、の間に軟骨ってあるじゃないですか、はい、軟骨が減ってくると骨と骨がぶつかって痛みが出たりするんですよ、ね。はい、この軟骨の細胞、幹細胞を抽出して、はい、液体につける、培養していく、増やしていく、はい、増えたものを戻すともう痛みなくなってたりして、再生医療ですごく使われてるのが、なるほど、幹細胞であったり幹細胞培養液だったりするんですよ。再生にアプローチかけるような施術になってますので、うん、お肌の根本解決の悩みができるものとなってます。メイクを落とす段階から全てそういった幹細胞培養浄水器入りのものを使っていきますので、はい、必要なものは残しながら、いろんなものは取り除きながらやっていきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。見に来てくれて、イエーイ。イエーイ。綺麗だったですね。合ってなかったから今やろうと思ったら合ってなかった。緊張しすぎてもう距離おかしくなってる。1500発、1500発ぶち込みます。しかもマッハ、マッハネット何本だって 1.7。 もうだかな。マッハって、マッハって漫画でしか聞いたことなかったけど。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、あ、怖い、はい、ではクレンジングからしてまいりますね。はい、顎先失礼いたします。はい、何ですかこれは。これが古い角質でクレンジング洗顔では落ちきれないものなんですよ。すごい。炭酸パックと同じ効果で、わーすごい、入れ込んでいきます。はい、ではですね、ここから、はい、結構音がね、先ほど大きいとお伝えしましたので、耳栓をちょっとサチさんに、はい、ご自身でちょっとはめていただけたらと思います。はい、こちらでいきますね。怖い。はい、ではですね、お顔横向いていただけますか。はい、はい、首元からこちらから打っていきますね。お、大丈夫ですか。慣れてきました。早いですね、慣れるの。ではいきますね。はい、はい、これは頭皮もしっかり打てるスカルプケアっていうものがありますので、例えば白髪であったりとか、はい、薄毛が気になる方、そういった方もですね、しっかり打つことができます。今半顔ですね、すごい、打ち終わったんですけれども、はい、正面向いていただいていただくと、ここのもう幅が変わってきてるの分かりますか。あ、本当だ。で、ニコーってしていただいたときに、この口角の高さでやったりとか、本当だ、全然違う、はい、ここのフェイスライン、こうクッとこうえぐれてきてるのが、ここがもうキュッとなんか引き締まってるのが分かります、はい、自分で。そうなんですよ。あ、ちょっと先生こっちだけなんか、こっちはヨボヨボしてます。こっち針がもうパンってなってる、うん、なんか跳ね返してくる、こっち。そうなんです。私、
ここ感覚ないんですよ、交通事故で、はい、なのに、はい、ここちょっと感じました。え、すごい、はい、そうなんです、表面だけじゃないですよ。久しぶりにね、ここに感覚感じた。それ嬉しいです。すごい、今までここ触っても触ってるって感覚がなかったんですけど、うんうん、久々に私ここに何かあるって感じた、すごい。これがマッハ 1.17 の効果です。マッハやばいね。すっごい気持ちいい。あ、どうですか、やってよかったですか。最高ですね。皆さんにちょっと見てもらいたい。これすごくない？すごいよね。こんなちっちゃい顔の私、マジで久々って感じ。それさっき、こんなことあるの？こんなことしかないんですよ。粘土かなんかでできて削り取られたんじゃないかというぐらい。嬉しいです。すごいびっくり。信じてくださいねっておっしゃったから信じて受けたけど、こんなこととは思わなかった。いや、本当にありがとうございました。こちらこそです。いや、もうすっごい嬉しい。なんか今クラファンとかもされてるっていうことをちょっとちらっと聞いたんですけど。そうなんですよ、はいはい、7月末までなんですけれども、うん、実はあの3店舗目をオープンすることが、はい、すごい、はい、おかげさまで決まりまして、うん、もう本当に定額制で皆様に安心安全に通っていただけるようにっていうので、うん、あの3店舗目も、うん、あの今クラファン挑戦中ですので、はい、もしよろしければ応援していただけたら嬉しいです、ね、ぜひぜひ。本当にすごい、本当に。でもこれすごいね、一人でも多くの人にこれちょっと体感してもらいたいです。本当にそうなんですよ。これあの体もできますので、はい、これなんかね、明日明後日ぐらいまたもっと効果が、そうなんですよ、感じられるらしい。本当にありがとうございます。ちょっと詳しいね、この、 あのサロンの情報は概要欄の方に貼らせていただきますので、皆さんチェックしてみてください。本当に今日はありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、なんかこれ見るだけでご飯3杯いけそう。3杯ご飯、もうすごい嬉しい。すごい、ほんもろいぐらい結果する。すごい、桜だってマジで。ほんまにでもほんまに違う。なんかおでこの張りもちょっと違うような気がする。いや、もうほんま全体的に前のやつ触ってるんですよ、顔全体が。すごい。なんかもうちょっと5年6年経ってそうな感じだよね、これ。え、すごいね。これずっと見てしまう。そう、わかる。私もこれだけずっと生きてこうやって生きてる。全然仕事せへん。ほんま励まされるこれ。自分の伸びしろにね、ね、ほんまにみんな気づけますよね。まさかスタッフの皆さんから拍手が出ると思わない。これはすごい。すごい。わ